皆さんこんにちは。台風13号接近中の羽田空港にやってきました。今回はエアアジアを利用してマレーシアを旅行していきたいと思います。台風の影響で欠航している飛行機も何便かありましたが、私たちの飛行機は定刻通り飛びそうです。はい、飛行機は定刻通り羽田を飛び立ちまして、今クアラルンプールの市内が見えてきました。はい、お疲れ様でした。無事にクアラルンプール国際空港到着しました。これから国内線ターミナルの方に移動しまして、コタキナバルに移動していきたいと思います。乗り換えまでの時間2時間30分ぐらいなので、まあ十分余裕はあると思います。はい、どっちの方に行ったらいいかよくわからないんでね、とりあえずは人の流れについてね、行ってみようと思います。私たちの飛行機は J の8番ゲートから出発するようなので、J の8番ゲートを目指して移動していきましょう。はい、J8 の乗り場の方に到着しました。ここでちょっと時間調整したいと思います。クアラルンプールから2時間半のフライトで無事にコタキナバル到着しました。これからですね、近くの ATM でマレーシアのお金をいくらかキャッシングしてですね、携帯電話の SIM カードを買って、スマホが使えるようになりましたらグラブタクシーを呼んで、ホテルの方まで移動していきたいと思います。スマホが使えるようになったんでグラブタクシーを呼んで市内まで移動しようとしたんですけども、なぜかね、グラブタクシー呼ぶことができなくてですね、結局諦めてエアポートタクシーの方に乗車することにしました。エアポートタクシーは定額制で市内まで30リンギットでした。空港から市内までは約9キロ、タクシーで20分ぐらいの時間になります。 Thank you. グラブタクシーが、空港から市内まで10リンギットだったので約3倍ぐらい高いですが、定額制ということでね、まあ安心ではないかと思います。はい、お疲れ様でした。私たちが宿泊するジェステルトンホテル到着しました。このホテルは開業が1954年でコタキナバルで最も歴史のあるホテルです。今14時ちょっと前なんですけども、チェックイン可能ということなんでね、少し早いですけどチェックインさせていただきました。お部屋はこんな感じですね。新しくはないですけどもね、清潔にされていると思います。こちらがおトイレと洗面台、そしてシャワーになります。気になる水圧の方ですが、やや弱いかなというぐらいで、特に気になるほどではなかったです。はい、お部屋は2階でね、ガヤストリート、にぎやかな通りに面していますね。明日はここでね、サンデーマーケットやるというんで、ちょっと楽しみで。3つも頼む。We are first time here. What do you recommend? Rice. 適当に変な肉とかそういうの頼んで食べれるそうね。負けてる。チリ、チリじゃ。Yeah. What is soy sauce?And Swiss. This one is Swiss. Okay. Let's go. Let's go. これ言っちゃうのか。あ、それつけて食べるの。どう？うん、柔らかい。これは飲むやつじゃないんだ。飲んでもよ、これ
味噌汁じゃないの。なんだっけ、あのこのなんか薬膳みたいな。はい、いや、これ柔らかいだろ。Chinese tea. Tea. すごい薬膳のスープだね。これは体にすごい良さそう、健康になれそうな気がする。はい、ごちそうさまでした。コタキナワル初のお食事、パクテ美味しくいただきました。今日は初日で特に予定を入れていないので、この辺りをぐるーっと散歩しながら、探検してみたいと思います。はい、ではここでマレーシアについて簡単に説明させていただきたいと思います。マレーシアは東南アジアに位置し、マレー半島とボルネオ島北部からなるイスラム教を国教とする連邦立憲君主制国家です。マレー半島の国土は北部がタイ国境を接し、南部はジョホール海峡を得てシンガポールと近接しています。一方ボルネオ島は国土はブルネイ、インドネシアと国境を接します。人口は約3200万人。マレーシアはマレー系が 67%、 中華系が 25%、 インド系が約 7%、 さらに多数の先住民族が、混じって暮らす、多民族国家になっています。日本の面積の9割弱の広さの土地に日本の約 16% の人口が住む、そんなイメージです。ホテルから歩いて20分ぐらいでしょうか、海にやってきました。はい、市場や食堂などがね、軒を連ねていてね、庶民の台所といった感じです。これなんだろう、芋。芋、うん、はい、ああ面白いですね。初めて見ましたけど、ココナッツの実をね、削り取っているところですね。面白いですね。いろんな種類があるね、うん、日本もこういうのあればいいね、こういう茶色いライスとか、うん、これ魚、イワシ、あれだみたいだ。はい、撮影してるのを見て手を挙げてくれました。こっちの人は陽気ですね。食堂のエリアに移動してきました。お腹はいっぱいなんですけど、どんなものが売られているかとても気になります。はい、こちらではすごい量の乾物が売られていますね。はい、こちらが鶏肉ですね。マンゴーを使う、喉が渇いたのでこちらの屋台でマンゴーのジュースを購入しました。小さい方が1つ2リンギット約60円ぐらいです。 Thank you. マンゴーたっぷりのフルーツジュース美味しいですね。これで約60円とはびっくりです。
市場を突き抜けてやってきたら、海沿いにレストランが並ぶとても素敵なエリアがありました。もう少ししたらこの辺りで夕食をいただきたいななんて思いました。はい、レストランの海沿いの席はほとんど予約済みだったんですけど、運よくこの席に座ることができました。ピザと青パパイヤのサラダ、そして冷たいビールをいただきました。綺麗だった？綺麗だった。振り返ってみな。ほんと？もう前の日からこんなにぎやかなんだ。あ、うん、ここで食べてもよかった。うん、ビールが飲めるかって。ココナッツ1、マンゴー1。これ英語なんて言うの？ Yes, can I have one each? Okay. どちらを食べる？ Here you are. Thank you. Thank you. Thank you, Teddy. How too far?なんだろう。ラムだ。あっごい。あ。ああ。ハンバーガー食べたいけどお腹いっぱいだからな。何みたいなものだからね。ね。Hi. So, is this a chicken? Yeah, this one chicken, beef, and lamb. Okay. Can I have two each? Chicken or beef, two, two? Okay. 900. Okay. I'll bring it 47. おー、深かった。うん。美味しそう。Thank you. Hi. Is this a fish? So, what's inside?ハリーポテト、ハーバーです。魚食べてる。Can I have one? What's your name? Can you make us some mix? Okay. Okay, this one 8 piece. And that 2 piece and 1 piece, okay?Thank you. Thank you. Oh, it's good. Every週みたいだよ。はい。サンセットを見てホテルに戻ってきました。ホテルの近くでね、ナイトマーケットやっててね、ちょっとそこで買い物してきました。これから部屋に入ってお見せしたいと思います。よし、じゃあ。いただきましょう。
はい、ホテルの前でナイトマーケットをやっていたんでね、ビールを買って、あとちょっとね、もう食事はもう済んだんですけど、一応おつまみをいろいろ買ってきました。これね、ココナッツプリンとマンゴープリン。1個150円ぐらい、2つで300円ぐらいですね。で、これがチキンの、まあ、焼き鳥サテとビーフの焼き鳥。これ豆腐。この揚げ物、これはね、カレーが入ってるやつみたいですね。カレーポテト。で、このちっちゃいのはね、魚の揚げたやつって言ってましたね。なんか、これタレみたいのがついてきたんでね。ちょっとこのタレつけて食べてみたいと思います。はい、お疲れ。どこのビールだろう、これ。飲んだことないビール。それいただきます。いただきます。ココナッツとピーナッツのソース、ちょっと甘い感じ、うっすらカレーの味もするね。うん、うん、美味しいよ。炭火の感じもいい、うん、あ、スイートチリだ、スイートチリ、うん、うん、スイートチリ。魚っつってもなんかスッカスカだな、これ、うん、魚がどこにいるのかわかんない。なんか多分煮干しみたい、うん、魚に子供がついてるかな。こういうのいっぱい売ってたよね、煮干しみたいな。これ魚がいないね。でも香ばしい、ね、うん、なんだこれ、ちっちゃい魚なのかな。うん、いない。うん、魚っぽい味はするけど、なんかスナック菓子みたいな。うん、スナック菓子だね。うん、うん、おいしい。うん、味は悪くない、うん、これがね、カリーポテト。これはね、皮の中にカレーコロッケの中身が入ってる感じ。餃子の皮とか春巻きの皮にカレーコロッケの具を入れて油で揚げた感じ。まずくはないけど、美味しくもない。まあ、特段感動はしない。まあ、なるほどねって。でもね、うん、はい、お疲れ様でした。明日はホテルの前で開かれるサンデーマーケットの様子をお伝えします。おやすみなさい。